こんにちは、赤川翔太です。今回ゲレンデレポートするのはハンターマウンテン塩原に来ました。ハンターは上の急斜と下の緩いバーンでトリックとかいろいろカービングとかも遊べるスキー場なんで、地形というよりかはターンを楽しみたいと思います。では行ってみましょう。今日のハンターマウンテン塩原のコース状況。お、結構長く滑れる。コースはこのコースと上のコース、上にね上がっていこうかな。急斜をカービングしたいと思います。お、バーンが緩くなって気持ちよさそうです。ちょっと朝一じゃなくて11時前ぐらいかな、バーンが緩んでから来てみました。ちょっと地形あるな、そこ楽しそう。まだちょっと硬そうだな。壁あるからね、ちょっと飛ぼう。うわー、硬いね。あー、でもやっぱ時間をうまく朝一早くずらしてるんで、上にこのふわふわのサラサラが飛んでる。ハンターではないです。ハンターといったらこのドライな雪がね、結構厚さが真ん中とも硬いと思う。最後はこのコースから次この下まで行きます。結構長いと思うんだよね。
な感じです。一応ね、どんどん深くなってくるんで、はい、しやすいとは思ったけど、まあ道次第なんで、ちょっとコースはちょっとだけボコついてる感じかな。ちょっとね、コスには前の人とかね、外から回っていかなきゃいけないから、ちょっと怖いよね、こっちの方とかね。まあ行ってみるか。どうしたい？こんな感じでね、ハンターマウンテン塩原滑ったんですけど、もうゴンドラ
間空いてないだけで、リフトでは上に上がって、一番上から一番下までトップトゥボトム滑れるんで、めっちゃ楽しめました。朝一はアイシーなコンディションなんで、カービングをする人はおすすめです。で、ちょっと時間経つとね、緩くなるんで、初心者だったり、グラトリ、いろいろ遊びたい人におすすめのバーンコンディションになるんで、時間だったりとかでもうまく、この時期はね、雪がそんなにいっぱい降るわけじゃないんで、調整するといいと思います。皆さんもここで、写真撮って、アンターマウンテン、ぜひ来てみてください。ありがとうございます。